皆さんこんばんは、ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ、私ですね、見てください、燃えたける昇竜カイドウさんゲットしました。もうバリバリのね、覇王色演出からニカ出てきて、ニカカットインでね、なんかフリーズしたんですよ。もうあのね、パチスロファンだったらね、ものすごくね興奮する演出ですよ。一回フリーズしてニカが出てくるっていうね。うん、もうちょっとなんかゴッドみたいにね、デルルルルルーみたいなね曲が流れてくれると嬉しいんですけれども、まあそういうのはね期待せずに、パチスローになっちゃいますからね。パチスロー演出でも、パチスロー演出にした方がね、こう社交心を煽るというか、課金がね進むような気もするんですけれどもね。はい、まあゲットしましたと、カイドウで、このカイドウカイドウで、絆決戦 VS ヤマト星10の方のね、レベル31以上の行動変化も対応したパーティーっていうのを考えました。1編成、この編成で3属性とも全部いけます。しかも結構楽、めちゃくちゃ楽です。街道街道なんでね、引き換え券もね倍率高くもらえるし、超ボスに挑むコインもさもらえるわけよ、高くね。だからおすすめです。まあとりまね、ここで説明しても仕方がないので、動画でね攻略しながらね、随時説明していこうかなと思います。一旦サポートキャラは説明させてね。カイドウにジャック入れてます。こいつはね必殺技発動時にしびれ状態を一旦回復してくれるんで入れてます。でフランキーに麦わらの一味を入れてます。これも、戦場効果無効状態、解除要因とプラスしびれ状態2ターン解除要因で入れてます。でマルコ、ケスゲンの白ひげ即属性だね、入れてまして、これもね育ててください。戦場効果無効状態3ターン回復する要因として入れてます。ウルティアンドページ1に、ブラックマリア入れてまして、これはですね、しびれ状態を2ターン回復する要因として、入れてますと。まあ、こんなパーティーでね行けば、途中のギミックだとかそういうのももろもろ解除した上でエンハンス重ねて、突破できるようなパーティーになってます。結構簡単、まあカイドウがいれば下段はね結構簡単に、編成できるかな。ウルティアンドページ1ももういるでしょ、ブラックマリアもいるでしょ、白ひげもいるでしょ、マルコもいるでしょと。いや、いないか。まあ、いいや。と思ってます。取り目いきます。さあ、まずはバーサス技属性です。バトル2でね、必殺ターン巻き戻しだとか、戦場効果無効8ターン受けるんですが、3ターンはね、潜在能力解除で、サポート効果使えば、戦場効果無効8ターンは解除できます。で、ここはね、片方のカイドウ必殺技と、EX 超過使って、確実にね、キッドさん飛ばしてあげると。はい、でボス戦いきまして、ここでねレベル31以上の行動変化で威圧の属性相性強化マイナス1ターンと攻撃ダウン5ターンされますが、あと必殺技回数の使用制限ね、これはねカイドウ2人いれば必殺技使用回数制限は別に無視できるし、属性相性強化もねこのパーティー入れないんで、属性相性強化無視で、で攻撃ダウンはねフランキー将軍がいらっしゃいますので、これで解除できますと。で一定以上のダメージ軽減はビッグマムで解除して、スロット影響 1.1 倍だけれども、まあいいでしょう。非ダメージ上昇もあるし、攻撃力強化もあることでできるし、あとラッシュスゴ技とかね使えばね余裕で、突破できますし、まあ、ウルティ&ページ1はね、強敵認定すれば攻撃倍率上がりますからね。こんな感じで余裕でクリアです。はい、続いてバーサス力属性かなは、まずローに関しては、敵2体配置してるんで必殺技、自陣のねカイドウを打ってあげて、前飛ばしのサポートキャラのジャックがしびれ解除してくれます。あと他のサポートキャラでも、しびれ5ターン解除できますと。で非ダメージ上昇をつけてあげれば余裕で突破できますんで、つけてあげても全然いいですね、EX とかで。で、ボス戦なんですけれども、まあ、いろいろやられるわけですよ。レベル31以上の行動変化でスロット影響上昇はマイナス2倍ね。あ、これうざいね。あと必殺ターン巻き戻しターン数増加ね。これに関しては、マルコがね、必殺ターン短縮できるわけですよ。マルコ使ってあげたり、EX 超過使ってあげれば、まあ、フランキー将軍も使えるし、ウルティアンドページ1も使えるし、みたいなね。で、重ね掛けでエンハンスをしてあげて、普通に、まあ、突破すると。いう感じですかね。まあ、これもね、別に、
ビッグマム使ってもよかったんですけれども、ウルティアンダページワンのね、超入れ替えでもチェイン係数上げれるんで、タップしていけば 3.5 倍、ビッグマムの 3.5 倍より上がっていくんで、こういう戦い方もあるかな、みたいな感じで、今、お示ししました。さあ、続いてバーサス地属性最後ですね。ここはね、バトルにはもう技スロ変換にしてくれますと。なので、もう全部ワスロットなんですよね。で、被ダメージ上昇と攻撃力、スロー強化、カイドウを必殺技使っちゃってください。で、上段スロットは、ワスロットのままで、タップしないように。まあ、だいたい2タップぐらいでね、ルフィさん飛んでいきます。っていうのも、レベル31以上の行動変化で上段スロットがね、超お邪魔スロー変換されてしまうんですね。なので、ワスロットで超お邪魔にならないように対応しておくと。で、こっからは、また同じっすね。EX チョーカーを使ったり、マルコの必殺技で攻撃力強化したりだとか、フランキー将軍使ってあげてダメージ軽減解除して、攻撃ダウンも解除する。で、ウルティ&ページ1ね、使ってあげて、まあ、下段のね、下段中段のスロットを一致させてあげた上で、強敵認定で攻撃力エンハンス上げていくと。でね、ちょっと気になったのがさ、ワスロットでさ、カイドウってタップしたらさ、バリア剥がすんじゃなかったっけ。なんか1タップ目でさ、カイドウタップしたんですけど、なぜか剥がれなかったんですよね。これってなんかバグなんすか、それともなんか俺のやり方が、考え方が間違ってるのかようわからんのですけど、なんか教えてほしいな、誰か。はい、っていうことで、まあ突破できまして、はい、お宝引き換え券が 1.85 倍で、超ボスコインが 1.58 倍ゲットできますと。まあこれでね、突破していく感じです。はい、いかがだったでしょうか。かなりね、攻撃力も高いし、レベル31、レベル34ぐらいから始まったのかな。そんな感じでも全然飛ばせるでしょう。結構攻撃にも余裕があるということなので、まあまあレベル上がってっても、この1編成で対応できるんじゃないかなと思います。なので、カイドウをゲットした方はね、フレンドもカイドウにして、バリバリね、周回していただけたらいいかなと思いますね。やっぱりね、こう、特攻キャラがいるとね、1編成全属性対応パーティーって作るのめちゃくちゃ簡単になるね。こう、1体いるだけでも全然違うね。いかにガシャ運をね、高めていけるかっていうことでね、事前活動を行って特攻を積めるかだと思うんですよね。なので僕はね、今日から、毎日なんかありがとうって言われるようなね、ことをしたいと思います。昨日もね、電車の中で、優先席に座ってたんですよ、普通にドカンと。そしたらね、松葉杖をね、ついた方が来られて、その方がね、当然のごとくね、僕にね、どいてくださいって言われたわけですよ。で、僕はね、まあとりあえずどきましたよ。でもその方ね、ありがとうって僕に言わなかった。僕の心が狭いんでしょうかね。彼女はね、松葉杖をついていました、確かに。でもありがとうの一言ぐらいあってもいいんじゃなかろうかと、ちょっと言わせていただきたい。なので昨日はね、ありがとうっていうことを言われなかったので、僕は徳を積めてないような気がしますね。昨日は例外としてね、ありがとうって言われるような徳をね、今後も積んでいって、ガシャ動画でね、特攻キャラ当てていきたいと思いますよ。それでは皆さん、参考になりましたでしょうか。動画高評価、そして、チャンネル登録お願いします。さよなら、バイバイ。よー